ジェームズ・クレーグ・ワトソンジェームズ・クレーグ・ワトソンはカナダのオンタリオ州に生まれカナダとアメリカで活動した天文学者。ワトソンの家族は1850年にミシガン州アナーバーに転居した。15歳の時ミシガン大学に合格。古代言語を専攻した。またフランツ・ブリュヌーンに天文学の講義を受ける。この後フランツ・ブルヌーンに代わり、 デトロイト天文台の第二大所長となった。1868年には天文議論という本も書いている。ワトソンは79番小惑星へ売りの梅をはじめとして22の小惑星を発見している。そのうち一つは随花であり北京で発見した。命名は中国当局の発案である。ワトソンは水星より太陽の近くを回る惑星。 バルカン惑星の存在を信じていたが、今日ではそのような天体がないことが知られている。彼は1878年7月ワイオミング州で日食の際に2つのバルカン惑星を観測できたと信じていた。1880年、腹幕園のため42歳で死去した。天文学以外の分野で非常に儲け、その財産でジェームズ・クレイグ・アトソンメダルを設立し、 三年ごとに天文学者に全米科学アカデミーで賞与されるように寄付している。小惑星のワトソニアはワトソンにちなんで名付けられた。ありがとうございます。